はい、どうもニコと申します。はい、今回はですね、深夜ラーメンというゲームをやっていこうかなと思います。といってもまあ体験版なんですけども、まあまあいつだっけな、2024年の下半期かな。なんか正式にはまだ出てないというかね、ねそのなんだろう、ちゃんとリリース自体はされてないんだけど、まあ体験版はリリースされたというので、まあちょっと前から気になっててウィッシュリストに入れてたものが体験版はできるよっていうことだったので、まあ体験版をプレイしていこうかなと思います。はい、でこのゲームがコーヒートークだったかな、コーヒートークやバルハラ、まあ、僕が以前やってた、まあ、あの辺のゲームにインスパイアというか、まあ、影響を受けて、まあ、着想を得てできたゲームらしいです。まあ、要はそのお客さんと会話しながら、なんか、まあ、コーヒートークだったらコーヒー出したり、バルハラだったらカクテル出したりなら、今回の深夜ラーメンではラーメンを出すというようなゲームになっていくかなと思います。じゃあまあ早速プレイしていくっぽよ。なんかちょっとおかしいんだよ、これのせいかな、多分コントローラーがついてるからちょっとおかしいんだったと思う。はい、この新時代、人は皆尽きることのないタスクを抱えているようです。仕事、社会的な責任、人付き合い、家庭のこと、はあ、そうですね。毎日深夜になると、いつも休息と導きを必要とする魂がいる。そうですか。どういうストーリー展開になるかあんまり俺も分かってないんやけど、ただラーメンを作ろうっていうゲームぐらいでしかしてないんやけど、もともとコーヒートークとかバルハラは好きやったから、まあ、そういった似たゲームは基本的に好きになる傾向なので、そう、なんか屋台のラーメン経営とは言わんけど、なんか屋台ラーメン作るゲームっぽくあるんやけど、屋台のラーメンって食べたことないよな、実際に。なんかその街中とかね、こう出店というか、まあ、チェーン店とかのラーメンはもちろん食べたことあるけど、こう屋台とか外でこう屋台で出てるラーメンとか食べたことない、一回も実際見たこともないよな。あ、一回だけなんか、いやでもあれは夢やったんかもしれへん多分見たことはないと思うんやけど。はい、ということで仕事の時間だ。一応ローカライズ日本語もできております。まあ、もしかしたらちょっと違う日本語ちょっと出てるかもしれんけど、まあデモ版だからね。まあそのお客さんはいないかもしれない。ホムラ、設備と材料の確認をしてくれってことよ。この子が主人公になるのかな、ホムラちゃんくん。なんか本当にさ、なんかラーメンって美味しいんだよな語彙力が3に下がったけど今一瞬で。わかった、大丈夫、今日仕事の後に買いに行くよ。味噌がないらしい。味噌の注文入らないことを祈る。味噌ラーメンは出せませんよと。うわあ、どう考えても河川敷の下でよく屋台のおでんとか食べに来てくれるタイプのお客様が来た。どうもどうも、こんにちは。ビールとラーメンね。はい、味噌じゃない、味噌ないんですよ。よかったですね、お客様。こちらが切れないで進みますわ、ほんま。豚骨とビール。こいつ聞いとけよ。大丈夫か？なんかぼーっとしてない？私なのかな？僕なのかな？結構俺ビジュアル好きなんだけど。サム？日本人ではなかった。わしは味にうるさいぞ。違いがわからんはずがない。しっかりやってくれよ。待て、サム、お前日本人じゃなかったのか、その会見で。マジか。じゃあっていうことで、豚骨ラーメンとビールを作らさせていただきます。ということで、
あーすごい、英語だからわかんねえけど多分ここに応募が出せるらしい。はい、でまあここに食材があるよと、まあ、見えへんけどねこれ英語やから。で生麺を入れて大量に茹でないといけない場合はご翻訳かな、茹でないと、茹でないとっていうナイトがいるんかもしれんな。大量に茹でないといけへん場合は一玉入れても構わへんということですね。 OK、 ボタンをクリックし麺を茹でる。麺の硬さはこの緑、なるほどね、バリカタとか針金とかかな、粉落としとかで麺にも盛り付けて、ここにクリックし食事を出す、ここなんか鈴ね、出すってやつですね。レシピをクリックするとメニュー品の食材の組み合わせが表示される。だから豚骨作りたいときはもうこれやね。え、となんか、え、豚骨なんやなこれほんまに。え、チャーシュー、煮卵、料理のヒントって何？はあ、まあ、バリ方とか別にあれなかったっけ、粉落としぐらいでいいかな。定番ラーメンのスープベースをお客様に選んでいただく。で、あ、ベース、あーなるほどね、定番ラーメンでなんか豚骨かなんね。 OK で、え、どうしたいの、ほい、こうか。でその間にじゃあ、はい、ちょっと黄色ぐらいでいいか。え、あれない、なんか飲み物か、飲み物はベル、あ、普通。ちょっといい感じのところであげよう。黄色らへんの、ちょっとこれぐらい。で、はい。ってやって、なんか、あれないねんな。何だっけ？割るやつないんやな。これだけでいいねんな。醤油豚骨使いしてみる。まあいいや。ナルトと、煮卵と、チャーシュー。これで、出せます。どうぞ。お待ちどうさま。定番ラーメン、豚骨と、ベアオです。どうぞどうぞ。豚骨って硬い方がいいんやったっけ？なんか、細やわの方が合いやすいんやったっけ？なんかあんねよな。そのラーメンによって、ラーメンのスープの味によって、絡みやすさとか、なんか、違うらしいんやけど。なんか硬い方がほんまはいいみたいな、言われてたけど、実は柔らかい方がいい、細い方がいいみたいなあった気がする。あ、なんか新人みたいな人が来た。うわーすごい、もう心すさんでそう。ずっとやってますけど、え、なんですか、え、なんすかあんた、毎日帰りこの前は通ってる、嘘つけよ。ちょ、煮卵とナルト残ってる、食べてねそれ全部。どうぞ。麺追加で、あ、そのために残したの、ごめんごめん。一玉固め、一玉固めとビールで、オッケー。やばい、記憶の容量がなんか1メガバイトしかない俺にはちょっとしんどいかもしれん。覚えてられるかな。もう一玉ね。麺、はい、固めね。でビールね、ほい、もう速攻で出したら硬くなった瞬間、オッケー、こういうことね。はい、どうぞ。替え玉とおかわりのビールです。サムなんやろ名前。何を注文された、すげえお隣同士と仲良くなってるやん。ええやん、コミュニケーション能力高いんじゃ。え、なんかお任せ言うてくれたら適当に作んで全然ね。ほうれん草マシマシとかニンニクマシマシ油固めとかできるよ。サムっていう名前が気になるんだけど、結構伊藤大輝、ひろき、まあ伊藤さん、あの、え、その風貌でサムですかみたいな。麺2玉か、大盛り、何、替え玉か、大盛りね。時間がないのに大盛りなんや。大盛りは二玉ね、オッケー、ありがとう天使、サンキュー。ねえ、ビールいるやんだっけ、いらんよな、ビールいらんよな。
どうするよ。固めにしよっか。白米つけようか。お客さん。ほい。ほい。煮卵。チャーシューナルト。どうぞー。多分美味しいと思います。チャーシュー。俺さ、ラーメンのチャーシューってさ、実はそんな、なんか、好きじゃないというかさ、なんか、嫌いってわけじゃないねんけど、なんか、うわ、このチャーシューめっちゃ美味しいよな、とかがなくてあんまり。もしかしたら俺が外であんまラーメン食べんからかもしれへんねんけど、よく家でとかで作ってはいたけど、なんか、コンビニのチャーシューとかなった時なんか、やっぱ甘ったるいチャーシューで、どうしても豚骨か合ってないな、とか、ちょっと冷たいな、とかがあって。まあそんなことよりね、このね、残業されてるお客さん、ソフトウェアエンジニアでコード改定してるんです。待って、ちょっと年代古くないか、もしかしたら。そう、IT 事業ってね、本当にしんどいんですよ。ね。やばい、営業の愚痴言い出した。まずい。そうだよな、エンジニアマジで辛いわ。うん。わかるで、その気持ち。やめたらええがな。いや、ラーメン太くない？俺こんな太かったんや、このラーメンって。もうちょい細めやと思っててんけど。閉店はね、日が昇、やってんね。もう立ち飲み屋と閉、なんか一緒にやったらいい感じになりそうやけどな。はーい。お、スープまで簡易してくれて、お体にお気をつけて。なんか深くない？なんかこのゲームもしかして結構、なんか普通の屋台ではなさそうやね、やっぱり。まあサム無限にサムに疑問を抱くんやけど。サム残さんといてよ。なんか女子高生来た。どうしました？ちょ、皿片付けへん一旦。空いたお皿とコップをお下げしたいんですけど。なんか意味ありげーよな、完全に。お出しください。はーい。メニューでーす、こちら。ね、今日忙しいらしいです、どうも。ありがたいですよ、でも。ね。僕、出勤初日ですけどね、完全に。責任という名のビール。食べてよ、ちゃんと。それ残さんといてよ。お残しは入れしまへんで。はーい。定番ラーメンの味噌。あー、それ味噌ないんよ。ごめん。忘れてた、今。やばい。脳内メモリじゃねえわ。合ってるわ。脳内のメモリ確保ができてなかった。半熟。ラーメン頼みなよ。なんでさっき味噌ラーメンを、すごいね。ラーメン屋よ、こっちとら。なにこの。なんか。なんかネギもつけた、これ。なんかつけたの。1ヶ月1万円生活とかしはります？どうぞ。全然ラーメンとか出してもよかったんかな、これ。大丈夫？私、まあ、私やからって女性かどうかわからんよな。うん。中立的な立場っていいよね。キャラ、美女、いいよな。どうしたのあんた、そんな。ビールもう一杯？チャーシューをさって焼く。サム特製、無責任ビール。これか。焼きチャーシューとかできるの？メンマとかいけるんや。うわ、マジ？私焼きまーす。じゃ、その間に無責任ビール。しょっちゅうもあるで。焼けたよーん。焼けましたよーん。焼きチャーシューとビールですわ。焼きチャーシューで、チャーシューでそもそも焼き豚やから、炙りチャーシューか。さっき炙りチャーシューって言ってた。俺焼きチャーシューってもう、焼き豚やったな、完全に。
言うてるわ。ありがとうございます。ちょ、店長がどんな人かわからんけど、ありがとうございます。もう 4,5 年働いてるらしいです、うちここで。え、もう完食してるやん、女子高生の子。大丈夫よ、ほんまに。え、ラーメン出そうか。全然おごるで。全然まかないとかでいいんやったら、チャーシューとか、チャーシューじゃないわ、チャーハン作るで。あ、ごめん、サムと店長の、やばい、なんか話が勝手に進みまくってる。唯一お金落としてくれるお客さんやっていうのに、ごめんね。え、遠出するんですか。気をつけて、ほんなんな。ちょ、お皿片付け。出てないよ。ちょ、大丈夫あんた。毎日営業してらしいわ、うち。うん。お、住所。うん。名前聞いても、小林美優、美優ちゃん。はあ、え、え、なんやろ、どういう店なんやろこれ。深いな、なんか普通にやってる店じゃないな。わかった、一旦。なんなんやろ、一旦お皿下げようか。え、どういうこと？あの世とかってこと？あの世っていうか、なんか、なんやろ。まあ、さっきのソフトウェアの方もそう、え、まあ、エンジニアの人もそうやし、女子高生の方もそうやけど、まあ、ちょっとね、死が見えてる状態なんかなって思ってんねんけど、大丈夫かな？ブラジル対イタリア。ブラジルじゃない？やっぱネイマールがね、いや、ちょっと浅いわ。サッカーね、好きではあるけど、僕も浅かった、かなり。あ、味噌、浅い味噌ないやな。忘れてました、お皿片付けよう。まあ一旦3人は来てくださったわ、ありがとうございます。